チズムル島とリコマ島の場所チズムル島は、マラウイ北部州のリコマ県に属するマラウイ湖に浮かぶ島である。リコマ県は2つの島からなり、このうちの小さい方がチズムル島、大きい方がリコマ島である。チズムル島はモザンビークからわずか数キロメートルの場所に位置し、周囲は完全にモザンビークの領海に囲まれていることから、マラウイの飛び領土となっている。 これは、イギリスがマラウイを1891年にニアサランドとして保護領下する際に、モザンビークを植民地化していたポルトガルと所有権をめぐる議論を行った際、マラウイで熱心に布教活動を行っていた、聖公会の宣教師がリーコマ島に教会を建設していたことが、実行支配の根拠となり、両党がニアサランドに編入されたことに由来する。この島には、 現在約4000人の人口があり、リコマ島と同様に食料の大部分をマラウィ本土からの輸送に依存している。この島では、電気は午前6時から12時までと、14時から22時までの間しか使用できない。また、島内には道路も存在しないが、島内にはうまく張り巡らされた小道があるため、景色を楽しみつつ、 島の外周を3時間程度で歩いて回ることが可能である。チズムル島は2つの大きな丘と北部の平坦な土地で構成されている。丘の斜面の下の方は大部分がキャッサバの農園となっており、上の方は森林に覆われている。また、島内には多くのバオバブの木が存在している。チズムル島へ行くにはマラウイ本土の片辺から蒸気船に乗る方法がある。また、 チズムル島とリコマ島間の行き来にはダウ船を含む小型の船が利用されている。ありがとうございます。